とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はいい感じのクエストが出ております。攻略していきましょう。ここですね。壊れたシタデルのデイリーチャレンジ。1なんだけども、プレイヤーの HP が 75% 減少するクエストですね。さあ、早速、行ってみましょう。それでは行ってみましょう。どうだろうかね。ここのステージは、75% 初めてです。まあまあ、いつも通りね、進めていってみましょうか。多分、そんなに問題は、ないかな。まあまあ、遠距離の敵がね、多いっていうのが、ちょっと、問題にはなってくるとは思うんだけども、やべえな。結構減るな。結構減るわ。ちょっと待って、あっち飛べないね。こっち側から、あ、いや、ここ行ける。オッケー、あぶねえ。その数はきついって。おっしゃあ。あー、やばい、止まったら死んでしまうよ。オッケー、いけたー。結構敵多いね。思った以上に敵が多くて、苦戦しそうな気がする。で、ここはね、あんまり旗はないんで、うん、そこはあんまり期待せずに行きましょう。いや、むしろこれ旗取ると、結構厳しくなるな、このステージは。まあまあ、極力旗は取るようにやっていきます。わおわおわお。厳しいね。でも絶対クリアしてやるからな。よし、ああいう毒爆弾とかね、そういうのには注意していこう。ああいうので、ね、死んだらシャレにならんからね。やばい、強制戦闘が、ああよかった、強制戦闘はないわ。強制戦闘とかがね、こんな狭いところであると辛いんですよね。 OK、 危ねえ。よし。はい、とりあえず、抜けました。先に進みましょう。強制戦闘のところ、来ました。オッケー。一応注意すべきは、ダイナモ切れ、ですね。そこだけはしっかりと注意して管理していきましょう。やっべ、あぶね。あれで足止めを食らって、ボコボコにされると多分死ぬもんね。一瞬で死ぬと思う。ポーションバリアでも、ギリちょっと耐えれないかもしんないね。オッケー。問題ない。いける。うん。基本槍で戦っていけるんで、いけますね。中間地点のタワーに入りました。うわ、きつそう。いや、トゲじゃん。マジか、トゲは無理だ。トゲが来たら、ちょっと厳しいんだよな。オッケー。まあまあ、とりあえずトゲは倒したから、いいかな。いやいや、トゲきついって。やっべ、これやべ、これやばい、あーやばいやばいやばい、あっぶねえ。死ぬとこだった。やばいやばい、やっべ、よう生き残ったな。ちょっと待って、こんなところで死にたくはないよ。うん、死ぬとね、まだダイナモ貯めなきゃいけないので。あぶね、ヒヤッとした。よし、やっぱポーションバリアがさ、緊急時にないって結構厳しいよね。しゃあ、ね、霊気か、なんか重いなと思ったら霊気だ。よし、オッケー。次ー。タワー最上階。ここも、うわ、これきついな。マジか。ここ絶対きついぞ。乗り切れるかな。やっべ。あっぶね。いや、あのスイッチみたいなのが、ちょっと待って、壁になって。ダイナモが撃てなかったわ。いや、きつい。マジできついわ。
ちょっと待って、一度休憩や。ちょっと待って、休憩しながら行かないとこれ無理。むちゃくちゃきつい。よし、行った。あっぶねえ、あっぶねえ、お前らやめろ。よっしゃ、でも冷気とかついてるやつもいるっしょ。やたらきついぞ。あっぶねえ。あ、で変更もいたのね。はいはいはい、もうちょっと待って、嫌なやつらばっかりでしたな。オッケー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 。あと2発ある。あぶねえあぶねえ、死ぬ死ぬ。おっぶねえ、気抜いてたらもう死にそうになった。よし、ザコはあと1体だけか。あぶなあ。ーでこれ取ってるか、これ取ってるとちょっと動き出すから嫌なんだよね。はい、まず1体。はい、2体。オッケー、次行きましょう。横に入ったりしてもキャプテンはまだ見当たりませんね。もうそろそろ終盤に差し掛かるところなんだけども、どうもいないな。1体ぐらいは出てきてくれても構わないんだけども、ちょっとまだ今のところ見当たりませんね。これ結局キャプテンはいないかもしれない。もう最終関門だもんね。まあ一応探しに行くか、こっち側、反対側に一応探しに、あー行ってみましょう。ダメですね、どこ探してもいない。うん、これはもう仕方がない、いないならね。で、ボスをね、倒したかったのよね、75% の。まだ 75% の、このエンダーの心臓とは戦ったことないので、ちょっと楽しみだな。まあまあ、別に、俺の HP が低いってだけで、あとは別に何も変わらないんだけどね。うん。危ねえ。なので、まあ、エンダーの心臓も、あ、やべえな。やべえ、やべえ、やべえ。トゲ、急なトゲとかあるからね、そういうのだけはしっかりと注意していかないと死んでしまうので危ないよ。ボス手前の強制戦闘でーす。ここもまあまあまあきついところがあるかもしれないけども、多分無限ダイナもあれば大丈夫でしょう。これでね、ずっとピンチを切り抜けてきたので、多いな敵、多いな、さすがに。やべ、あぶねえ、いや、あぶねえ、あぶねえ、死ぬ死ぬ、あぶな、死んだと思ったわ。よし、ではあとはボスだけですね。あぶねえ、ここら辺で死にたくはないからね、注意していきます。ではボスに行きます。エンダー心臓行きますね。おお、そんなに行く、ちょっとそれは驚いたんだけど、そんなに行くか。やべえな、これ多分爆発とか食らえば、ちょっとね、引っかかる場所が見えない、場所の問題で見えねえわ。 OK、 いや、もうあと一発でしょ、行くんじゃない、潜るか。いやー、倒した、余裕すぎ。はい、それではクリアですね。なんかものすごいあっけなかったな。あ、こっち側か、出口は。やっぱりこの無限ダイナも通常のクエストとかでは、デイリーとかそういう普通のやつではもう最強かもしんないね。むちゃくちゃ強い。まあ、ナイトメアになった途端、全く歯が立たなくなるんだけど、まあ、ナイトメアはね、あれ非公式だから、非公式だよね。仕方ないとは思うんですけども、いやいや、やっぱりこの、無限ダイナも、強いわ。はい、ということで、今日は 75% クエスト、まあ、旗はなかったんですけどね、クリアしました。
ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。